2月19日にいよいよ2022年 J1 リーグが開幕します。待ってました。そこで今回は今シーズンからレッズのエンブレムを背負って一緒に戦ってくれる13名の選手を紹介していきたいと思います。まずはゴールキーパー江川歩美選手です。今シーズン新たに水戸から加入し、身長がなんと195センチと超大型ゴールキーパーです。大柄な体格を生かしたダイナミックなセーブが魅力の選手で、世代別の日本代表にも選ばれていました。それに加え足元の技術も優れており、質の高いロングフィードにも注目です。レッズには代表クラスのゴールキーパーが揃っているため、出場するのはなかなか難しいですが、近い将来西川選手が年を重ね、ザイオン選手が海外に移籍をすることも考えると、江川選手が浦和の守護神となることもあり得るでしょう。続いて2人目は馬渡和明選手です。今シーズン新たに大宮から加入し、左右どちらのサイドもこなせる万能型サイドバックです。セットプレーのキッカーだけあって、キックの精度が非常に高いので、今シーズンはクロスからのゴールも増えていくでしょう。サイドバックながら縦への推進力も非常に高く、レッズサポーターの心をつかむこと間違いなしです。続いて3人目は犬飼智也選手です。今シーズン新たに鹿島から加入し、ヘディングが持ち味のセンターバックです。昨シーズンは持ち前の空中戦を武器に5得点をマークするなど、セットプレーに期待ができる選手です。ヘディングはもちろん見た目からは想像できないようなロングシュートの精度が非常に高く、センターバックながらキックからのゴールも奪える選手です。犬飼選手の加入により昨シーズンの得点力不足が解消できるといいですね。続いて4人目は知念哲也選手です。昨シーズン琉球から新たに加入し、身体能力に優れた左利きのセンターバックです。昨シーズンは27試合出場し、空中戦や持ち前の対人の強さで守備を牽引してきました。キック精度に定評があるため、数少ない貴重な左利きのセンターバックプレイヤーです。夏の暑い時期は彼の熱いプレーがなおさら必要になってくるでしょう。暑い沖縄で育った知念選手が浦和をさらに熱くしてくれることに期待しています。続いて5人目は期待の新星、大畑歩夢選手です。今シーズン鳥栖から新たに加入し、 U22 代表候補に飛び級で選ばれたパリオリンピック世代のサイドバックです。鳥栖では主に3バックの左を務め、 J1 今季30試合出場しました。大型選手にも動じないガッツあふれるプレーと絶対的な対人の強さが持ち味の選手で、スピードと対人の強さを兼ね備えた長友2世のような選手です。今シーズンはレッズの左サイドを縦横無尽に駆け抜けてほしいです。続いて6人目は工藤浩太選手です。年代別日本代表にも選ばれているレッズアカデミー出身のセンターバックです。ビルドアップやロングボールといった局面を打開するパスが優れており、リカルドサッカーにぴったりな選手です。浦和のエンブレムを胸に、先輩に負けない熱いプレーでポジション争いを勝ち取ってほしいです。続いて7人目は岩尾健選手です。今シーズン徳島から新たに加入し、リカルロ監督の下で育ったコンプリートなボランチです。決して目立つプレイヤーではありませんが、チームに落ち着きと安定感をもたらしてくれるサッカー IQ の高い選手です。中でもロングキックに定評があり、場面場面で球種を蹴り分けることができるのも魅力の一つです。とても視野が広い選手なので、ユンカー選手の背後を狙ったスルーパスにも期待したいですね。徳島のキャプテンが恩師リカルド監督の下でどんなプレーを見せてくれるのか注目です。続いて8人目は
ダビド・モーベルグ選手です。スピードの乗ったドリブルで相手を翻弄し、超攻撃型サイドアタッカーです。アシストはもちろん左足から繰り出される鋭いシュートやフリーキックでゴールも奪える、元スウェーデン代表経験もあるウィンガータイプのミッドフィルダーです。これまでのレッズの選手にはなかなかいなかった個で打開できるペナルティエリア付近での高いクオリティに注目です。続いて9人目の選手は松尾雄介選手です。持ち前のスピードを武器に縦への推進力が魅力的なドリブラーです。相手が2人がかりでプレスに来ればその間をかいくぐるなど力強いドリブルが武器で、浦和アカデミー出身ということもあり、ファンサポーターの心をつかむことは間違いなしです。続いて10人目は今シーズン私が最も注目している松崎海選手です。今シーズン水戸から新たに加入し、緩急をつけたドリブルが魅力のサイドアタッカーです。独特なボールタッチで相手を切り裂き、カットインからゴールもラストパスも出せる攻撃的な選手です。それに加え縦への突破も凄まじく、スタメンでも交代で起用しても一人で流れを変えてくれるようなチームの切り札的な存在です。左利きですが右足でもゴールを奪えるので、 J1 の舞台でどこまで通用するのか楽しみです。続いて11人目は安井海人選手です。今シーズンは流通経済大学から加入し、ボール出し能力が優れたクレバーな選手です。身長174cmと決して大柄な選手ではないものの、大学では当たり負けしない強靭なフィジカルを武器に相手の攻撃の芽を摘み、ビルドアップではボランチとして攻撃を組み立てるチームの要として活躍していました。私が最初に見た時の印象は、相手を見てギリギリで判断を変えられる選手だなと思いました。ボールの受け方が非常にうまく、体の向きを常に意識していて、ザ・ボランチというような選手です。続いて12人目は宮本優太選手です。こちらも流通経済大学から加入し、豊富な運動量を武器にアップダウンを繰り返す攻撃的なサイドバックです。ポスト森脇と言われるほど足元の技術が高く、私が見た第一印象はファーストタッチが上手い選手だなと思いました。ボールコントロールに加え、ワンタッチパスの精度が高く、酒井選手からたくさんのものを吸収すれば未来の代表も夢ではないでしょう。今後の成長がますます楽しみな選手の一人です。最後13人目の選手は木原玲選手です。京都立花から加入し、交代でナンバーワンストライカーという声もあるほど、スピード、フィジカル、サイズが揃った万能型ストライカーです。ゴールへの嗅覚が優れており、しなやかなドリブルからの左右両足から繰り広げられるシュート精度が高く、とにかくオールマイティなフォワード選手です。まだ18歳ととても若い選手なので、プロの世界でたくさん吸収して、今後浦和のストライカーとして活躍してほしいです。いかがだったでしょうか。今シーズンはこれまでのようなビッグネームといった補強はありませんでしたが、一人一人の個の技術、足元の優れた選手を獲得し、まさにリカルドサッカーにぴったりな選手たちを補強した印象です。今シーズンはフリーキッカーを数多く獲得したこともあって、セットプレーからのゴールも期待できそうです。新たなメンバーも加わり、リカルド体制2年目という今シーズン、昨シーズンよりも熟成したサッカーを繰り広げ、なんとしてでもタイトルを獲得しましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Reds!